今日はもう準決勝か。なんか実感湧かねえけど、俺たちってすごいんだよな。そりゃそうだろ、ベスト4だぞ。ベスト4、今日勝てば決勝だぜ。それにしちゃ女の子のファンが一向に増える気がしないんだよな。こうもっと黄色い声援が。そうそう、こんな風に。ってなんだ、どっからだ。あっちにすげえ数の女の子が溜まってるぞ。どうやらあっちからフランスチームの連中がお出ましみたいだぜ。多分ピエールのファンの子だよ。あれ全部が。フランスじゃどこに行ってもああだったけど、アメリカでも相変わらずみたいだね。ドイツだとシェスターがあんな感じだな。羨ましくないと言ったら嘘になるたい。美咲、ここまで勝ち抜いてくれて嬉しいよ。ティエール、約束通りこの大会で決着をつけることができるな。うん、この試合を楽しみにしてたよ。いいゲームをしよう。ああ、ベストを尽くそう。君が全日本のキャプテンだね。今日はお手柔らかに。よろしく。いい試合にしよう。おい、あのファン集団、こっちにすごい勢いで来るぞ。おっと、それじゃあ失礼。また試合で。今日はあのピエールと中盤の勝負になるだろうな、翼。ああ、楽しみだよ。よしみんな、いよいよ準決勝だ。今日の相手のフランスは大会開催地を奪われた悔しさをバネにチームを強化し、ここまで勝ち抜いてきた。特にキャプテンのピエールは攻撃も守備も全てにおいて弱点がなく、オールラウンダーとして完成されている。そして選手としてだけではなく、そのキャプテンシーも大会屈指だろう。そしてピエールと並んで注意すべき選手はフォワードのナポレオンだ。強烈な回転のかかった威力あるシュートを武器に、ここまでのフランスの得点のほとんどは彼が挙げている。これまでの試合、我々は相手のエース選手を抑え込んできたが、今回はそのクラスのエースが2人いる。相当な困難が予想されるが、このピエールとナポレオンを抑え込まない限り、こちらの勝利は遠い。絶対にフリーにしないよう常にチェックを怠るな。はい。さらにもう一人、ディフェンダーのジャンも要注意選手だ。彼はこの大会のために招集され、その類まれなるダッシュ力と読みで数々の反撃を防いできた。彼によってチームの弱点だったディフェンスラインは強化され、守備にも奔走していたピエールが攻撃に専念できるようになり、結果的に攻撃力も強化された。ピエールがゲームを作り、ナポレオンが得点し、ジャンが反撃を防ぐ。シンプルな戦術だが、だからこそこれを破るのは難しい。それはここまでの彼らの結果が証明している。だが今の君たちの姿は、もうアメリカに渡ったばかりの君たちからは想像できないほどたくましい。いくつもの強豪を倒してきた君たちの力もまたすでに証明されている通りだ。決勝、そして世界一はもう目の前だ。自分たちを信じ、勝利でその力を証明してくるんだ。いいな。はい。みんな、少し聞いてほしい。どうしたんだい、美咲くん。今日の試合、ピエールのマークは僕に任せてほしいんだ。珍しいな、お前からそんなこと。前に一度話したけれど、ピエールとはフランスで1対1の勝負で引き分けたことがあってさ。
その時この大会で決着をつけようって約束したんだ。きっとピエールも僕との勝負を望んでいると思う。だからわがままかもしれないけど。ああ、俺も賛成だぜ。美咲の気持ちはよくわかる。小四郎、男として1対1の勝負も重要だ。ライバル同士で決着がつけられなきゃ試合に勝っても悔いが残るぜ。ありがとう小四郎。わしも美咲の男気は受け取ったたい。まあ美咲がピエールをやってくれるならナポレオンは俺らディフェンダーがしっかりと抑えてやるぜ。美咲くんなら安心して任せられるよ。もしもの時はみんなでカバーするから思い切りやってきなよ。ありがとうみんな。それじゃあみんな元気出していこうぜ。ああ、行くぞフランス、決勝へ行くのは俺たちだ。美咲、ついに決着をつける日が来たな。今日は君に勝ち、そして試合にも勝つ。そのための準備を俺はしてきた。なんだとてめえ、もういっぺん言ってみやがれ。一度でわからないのか。本当に君の頭の悪さは想像を絶するよ。何？そうやってすぐにカッとなるから何度も懲りずに出場停止を食らうんだ。大体何だって君みたいな暴力的な男がこの代表にいるのか、僕は疑問で仕方がないよ。うるせえ、もう許さねえぞ。二人とも試合前だぞ、やめるんだ。お前には関係ねえ、邪魔するなピエール。キャプテンに向かってその口の利き方は何だナポレオン。いい加減にしないか。みんながこの大会にかける気持ちがどれほどのものか知らないとは言わせないぞ。悪かった。試合に集中してくれ。そんな気持ちで勝てるほど日本は甘いチームじゃない。みんなもいいか、今日の相手日本の力は本物だ。番狂わせやダークホースなんかじゃない。紛れもなく大会を代表する強豪だ。気を引き締めてかからないと勝てる相手じゃないぞ。ナポレオン、ジャン、二人は攻守の要なんだ。しっかり頼むぞ。ああ、守備は僕に任せて安心して攻撃してくれ。何点でも取ってやるから任せときな。俺こそがナンバーワンストライカーだって証明してやる。ああ、俺たちは大会を奪われたあの日からこの大会の優勝を目標に力いっぱい走り続けてきた。その目標まであと2つ。必ずこの大会に優勝して奪われた誇りを取り戻すぞ。おう、さあ熱戦の続くジュニアユースワールドチャレンジもいよいよ準決勝と決勝を残すのみとなりました。本日行われる準決勝、最初の試合は日本対フランス。準決勝まで駒を進めた日本の躍進を大会前に誰が想像していたでしょうか。日本はこのアメリカに渡ってからというもの、一試合戦い抜くごとに確実に力をつけ、今や世界を驚かせるまでに成長しました。優勝候補と呼ばれる国をも倒したこのチームは立派に優勝を狙える存在になったと言えるでしょう。対するフランスは驚くほどの完成度を誇るチーム。大会得点王を狙うストライカーナポレオン君、未だ大会無失点の守備を支えるジャン君、そしてこの攻守2枚の強力な駒を指揮するフランスの将軍、万能のゲームメーカーピエール君、こういった有力選手の高い能力はもちろんですが、さらに彼らは極めて高いモチベーションを持ってこの大会に臨んでいます。それはジュニアユース国際大会の母国開催を逃した悔しさ、それがこの大会に対する強い思いと熱意となり、
彼らの力をより引き出しているのです。今日の試合に勝ち決勝へのチケットを手にするのは日本か、はたまたフランスか。いよいよキックオフです。美咲、試合前の約束覚えているな？もちろん。僕は逃げも隠れもしない。決着をつけよう。君との勝負に勝って試合にも勝つ。決勝へ進むのは俺たちフランスだ。僕だって負けるつもりはないよ。おい、いつまでやってんだ。早く始めようぜ。ナポレオンもよろしく。無駄だとは思うが、まあせいぜい頑張るんだな。翼くん、あのナポレオン、ん？あの通りのやつだけど、パワープレイだけじゃない。この前の試合で見せたピエールとのコンビプレイだね。うん。じゃあこの試合、美咲くんとピエールの対決だけじゃなく、俺たち二人とあの二人の対決でもあるね。俺たちは誰にも負けないコンビだって見せてやろうぜ、美咲くん。うん、翼くん、一緒に頑張ろう。よし、行くぞフランス。決勝に行くのは俺たちだ。お聞きください、この大歓声。スタジアムは超満員。いよいよ注目の対決の火蓋が切られようとしています。全日本対フランス、熱戦の舞台はここスタークラウンスタジアムです。一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伝わってきます。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、全日本ツートップで前線を組む布陣となっています。我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイド、フランス攻守にバランスの取れたフォーメーション、フィールドのアーティストピエールくんとキャノンシューターナポレオンくんのホットラインは要注目。そして守備の要ジャンくんが後方を支えます。まもなくキックオフです。
ノー高杉。どうした？あのフランスのエッフェル攻撃、あれはすごいパス攻撃隊。翼と岬の二人に勝るとも劣らんと思う。そうか、児童にそこまで言わせるか。あれを成功法では止めるのは難しい隊。そこで佐野に調べさせたんだが、あれはパリのエッフェル塔を平面に見立てて、両翼から発進したあの二人で頂上、つまり相手ゴールを目指すものらしいたい。佐野も大変だな。それを聞いてわしはハッとひらめいた。相手の塔は一本ならば、こちらは二本で対抗してやろうと。なんだって？察しの悪いやつたい。全国中学生サッカー大会で活躍して、代表でもプレマッチから奮闘し続けてきた日本の巨漢ディフェンダーといえば誰か。それはわしと高杉じゃろうが。つまりわしらが日本の二本の塔よ。確かに身長はそうだけど。だから高杉、わしら二人、日本の巨漢ディフェンダーの力をフランスに見せてやろうたい。名付けてジャパニーズツインタワー。エッフェル塔に対してツインタワーか。それはそれで面白そうだな。分かったよ、地頭。俺も日本代表ディフェンダーとしてフランスを止めてみせる。それでこそ男たい。フランスに一泡吹かせてやろうぞ。おう。行くぞ、ミサキ。日本来い、ピエール。このパスをカットします。ミサキ君は俺がフォローする。よっしゃ、かわした。敵陣へ攻め込みます。ミサキ君、ここは僕が絶対に決めるぞ。よくこれ鋭く反応。アモロ君、ゴールを守った。パントキックで大きく蹴り出した。ヒューガ君、ヘッドでパスを送る。ヒューガ君、ここは勝負を避けた。これで反転させ、かわした。僕を突破したのか。豪快にシュート。いけ、このボールに取り付く。アモロ君、ゴールを守った。パントキックで大きく蹴り出した。翼、素早く。こんなところで負けられない。このスライディングが決まった。なんという華麗なプレーだ。ドリブルでボールを運ぶ。チャンスが決まった。マゾー、ピエール君、ボールを狙うも届かない。タックルが炸裂。ウースト君、スライディングでカット。ミサキ、君との勝負のために俺は新たな力を身につけた。行くぞ、ピエール。ミサキ、君じゃ今の俺には勝てない。これが俺のエトワールルーレットだ。そんな。ドリブルと見せかけてパス。はっ、よし、フェイントだ。ヒューガ君、ここはパスに切り替えた。それよーし、投げます。一気に見せる。力をためて強力のシュート。これは反応されるぞ。不正だ。パントキック、どこまで運べるか。ボールを奪った。ボールは止まらず、わかりません。君は僕が止める。腕を乗せて。これは最大限の力を込めたドライブシュートだ。負けるもんか。止めた。パントキック、どこまで運べるか。ボッシ君、このボールのコントロール。マサオ君、ボールダッシュ成功。全日本、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。ハイスピードでかわす。ゴール前に持ち込んだ。ここからシュートに持っていく。なんとか防いだ。これだ、大きい。飛行機のゴールだ。ジャン君、タッ
ックルを決めた。カズマ君ここで止めた。フェレール君このパスをカットします。ガーッが決まった。セバサ君ボールは友達に渡しません。最大限の力を振る全力のシュート。ここか。このボールにカロウの反応。ゴール隅に決まった。ゴールを奪えないキーパーなんていない。この俺が負けた。そんな決まった。ピエール君センターラインを越えて攻め込む。ここでパスカット。敵陣へ攻め込みます。ナポレオン君ここから打ってきた。パントキックどこまで運べるか。長いパスが通った。ドルドイスライディング。行くぞみんな突撃だ。よし突撃だ。それかわって振り切った。息の合ったレフトプレーが見れるのか。短いパスと連携。ミサキ君スルーパスを狙う。翼君ここから打ってきた。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。マルセル君ここはパスを出した。マサオ君激しいタックル。ミサキ君ここからして突破。体の手をぶつかっていった。パスを出した。あっと奪い返した。ドリブルと見せかけてパス。やハイスピードでカラス。連続突破で見せます。必殺のシュートでドライブシュートだ。あっと弾き飛ばされた。さあ前半アディショナルタイム突入。一撃ではいい流れで前半を終えたいところ。どうだ。翼君タックルを決めた。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達。わかんだ。君も大したことないな。君には負けていられない。よしみんな、前半の戦いぶりは見事だったぞ。しかしフランスのこの大会にかける執念は凄まじい。最後まで絶対に気を緩めるな。はい。みんなごめん。僕がピエールを抑えられてればもっと楽な試合展開だったのに。何言ってんだよ。勝ってるんだから気にするなって。ああ、ピエールは明らかに岬に注意を向けてる。それだけでも立派なマークになってるぜ。うん、ありがとう。でもフランスで対決した時からピエールがあんなに成長したなんて僕は悔しい。そんな、美咲くんだってこの大会期間中たくさん努力してきたじゃないか。何があってもみんなでカバーする。だから美咲くんは努力の成果をピエールに見せてやるんだ。翼くん。ああ試合はまだ終わっちゃいねえ。決着をつける時間はまだあるぜ。小次郎もありがとう。そうだ、僕は負けたくない。みんなに迷惑をかけたくない。そんなことばかり考えていた。だからどうしても気持ちが縮んで動きも小さくなってしまっていたんだ。もしも失敗しても、僕がピエールに負けてもみんながフォローしてくれる。だから強い気持ちで思い切り行くんだ。しかしピエールはもちろん、ナポレオンも注意しなくちゃな。ああ、プレーは荒っぽいがそれだけじゃないな。ディフェンダーの目で見るとプレーの状況判断も悪くはない。タッチの悪いやつだい。そのピエールとナポレオンだけど、ココはもちろんコンビプレーにも注意が必要だろう。
後半も引き続きエッフェル攻撃と2人のシュートには気をつけよう。それだけじゃねえ、あのジャンってやつも油断ならねえぜ。確かに彼が後ろに控えていることでディフェンスラインに芯が一本通ってる。あのマークを振り切らないことにはこれ以上の追加点も簡単ではないですね。うん、逆に言えばフランスの守備は彼に依存しすぎている。後半はそこをついていくのもいいと思う。お、さらに勝ちが見えてきたな。とはいえ全体のバランスで見れば僕らとチームの力自体にそう差はない。だからこそ油断やきっかけ一つで簡単に逆転を許してしまう。後半のフランスは前半以上に死に物狂いで来るはずだ。こっちもそれなりの覚悟が必要だろう。美杉君の言う通りだ。この試合勝っているからって余裕を持っていられる試合じゃない。もう一度試合を始めるくらいの気持ちで気を引き締め直して頑張るぞ。そしてこの試合勝とう。勝って決勝に行くのは俺たちだ。おう、なんだなんだ、ディフェンスは任せろとか言ってた平凡ディフェンダーはどこのドイツだろうな。そいつが仕事しねえから負けちまうよなあジャンよ。そういえば試合前に何点でも取ってやると大言壮語を吐いていたフォワードがいたな。そいつが1点でも取れば試合展開も違ったろうに。まさか自分の無能を人のせいにするような意気地なしだったとはな。なあそう思わないかナポレオン。昔やがるじゃねえかこの野郎。くっ、ピエール気は済んだかナポレオン。ジャンモだ、仲間同士これ以上争って何になる。そもそも二人が争う必要などない。前半苦戦した責任は俺にあるんだからな。ピエール、俺のゲームメイクがうまくいっていれば俺たちのリードで折り返せたはずだ。それに俺が攻撃にかまけすぎて知らず知らずのうちにディフェンダーに負担をかけていたんだ。そんなことはない、守備の責任は僕にある。ピエールの前じゃ塩らしいこと言うじゃねえか。悪かったよジャンは、よくやった。だがこのままでは俺たちは勝てない。だから後半は方針を切り替えて俺も守備に参加する。待ってくれ、ピエールにそんな負担をかけるわけにはいかない。確かに前半はやられましたが後半は絶対に。ジャン、これ以上失点すれば本当に勝ち目がなくなるかもしれない。この大会俺たちは何としてでも勝たねばならない。そうだろう。君に本物の自信と誇りがあるならば彼らの強さを認められるはずだ。分かった、キャプテンに従おう。みんな後半チャンスが来たらあれをやる心づもりをしておいてくれ。何？え？本当に？ピエール、おいおい、決勝まで隠しとかなくていいのか。今日の試合に勝たなければ次もないんだ。出し惜しみをするべきじゃない。確かにな。まあしゃあねえか。君たちも感じたと思うが日本は強い。しかし自分をチームメイトを信じてプレイすれば必ずこちらにペースが来る。そして最後に勝つのは俺たちだ。ああ、行くぞピエール。いよいよ来るのか美咲。ミサキ君、後ろには俺たちがいる。て
ピエール、君の成長は想像以上だった。だけど僕もこの日本代表で努力を重ねてきた。行くぞピエール、今度は僕が勝つ。来い美咲、君は俺が止める。何これは。横を刺す。やったやったぞみんな。繊細なタッチでかわした。よし、これは絵になる一撃だ。絶対に決めるぞ。ここか。横に飛んだ。止めた。パントキックで大きく蹴り出した。マサオ君、このパスをカットします。キエル君、なんという華麗なプレーだ。敵陣へ攻め込みます。見せてやるぞ。華麗なスライダー、今週のシュートを放った。取った。まさに鉄壁の守り。翼くん、ここは勝負をかけた。スピードのドリブル、次々にかわしていく。必殺のシュート、ドライブシュートだ。アムロくん、横に飛んだ。これは見事にキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。このパスもトラップ、頭とぶつかっていった。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りました。絶対に通さない。くそ、油断したか。ここは二人で仕掛けてきた。ワンツーで折り返す。美咲くん、スペースにパスを出した。チャージが決まった。ピエール君、美しいターンでいらっしゃる。行くぞナポレオン。ああ、目指すは塔の頂上だ。これは互角の勝負だ。空中でぶつかり合う。ジトー君、このトレンドをものにした。勝つためだ。ブラボー君、ボールのジャッジが出てくる。ゆるめて吹き飛ぶ真のシュート。このハンドに舞う。ゴールを守った。いけ。パスを出した。パスを出します。どうだ。ボールダッシュ成功。ボールは友達、離しません。これは南米式のドリブルだ。チャンスが決まった。よし、パス君、ここは抜かせません。繊細なタッチでかわした。僕が抜く。持ち前のテクニックを見せつける。翼くん、息の合った連携プレーが見れるのか。ここだ。翼くん、ここから打ってきた。アモロくん、これはキャッチできない。それ、ここはパスを出した。チャージが決まった。よ、見たか。ヒューガくん、次々にかわしていく。余裕、ここで激突。これは互角の勝負だ。空中での激突だ。さあ、ボールと真っ向勝負。パントキックで大きく蹴り出した。翼、ヘッドでパスを送る。翼くん、何、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。あっと奪い返した。ナッツが炸裂。全日本、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りました。一気に抜かれる。ここからシュートに持っていく。よく取りで鋭く反応。アモロ君、これはキャッチできない。これをトラップ。やっと今に打ち取った。必殺のシュートでゴールを狙う。アモロ君、これを止めるのは誰か。ゴール隅に突き刺す。やったよ。まさにニューヒーロー。期待にかなわぬ活躍です。やった。そんな、え、うわっ、おお、それ、今だみんな、制服だ。制服するのか。そんな、フランスは全員が攻め上がる。マルセル君、勝利の意志を届けない。翼君、シャン君、これは竜巻のような後ろ回し蹴りだ。翼君、これは何ですか。
ャッチした。バード君ボールダッシュ成功。センターラインを越えて攻め込む。ジャンプ1番カッター。翼君これは南米中のドリブルだ。ボールは友達バッシュ。翼君これはドライブ成功。ドライブシュート。もらった。さらに凄まじいシュートだ。これはブロック失敗だ。さあこの位置で打てばチャージが決まった。後半もすでに30分が経過。ここからゴールは生まれるのか。一気に見つかる渾身のシュート。そこだ。これはお墓のドライブシュートだ。アモロ君ボールはまだ生きている。ここは抜かせません。これは必殺のランナーだ。ここで大きくサイドチェンジ。パントキックで劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。世界一まであと一歩だぜ。ああ長い戦いだったがもう少しだな。本当だ。僕たちはこの大会中にこれだけ世界に通用するチームになったのか。おう、もう最低でも準優勝だからな。何言ってんだ兄ちゃん。ここまで来たんだ、優勝しようぜ。そうたい、目標は優勝。これ以外はありえんたい。ああ、俺たちが世界一だって証明してやろうぜ。みんな、すまん、俺のせいだ。ナポレオン、あんなこと言って俺がもっと点を取っていれば。気にするな、ナポレオン。しゃあ、フランスがここまで来られたのはお前のおかげでもある。相手が一枚上手だった。ただそれだけだ。ジャンに慰められるなんてクソ、悔しくて泣けてくるぜ。強がりが出るなら大丈夫だな。泣くなナポレオン。こういう時は敗者だろうと胸を張るんだピエール。悔しさはみんな一緒だ。負けはしたが誰一人欠けてもフランスはここまで来られなかっただろう。そうだな。みんなも俺たちは全力を尽くして正々堂々戦ったと誇り高く胸を張ろう。ああ潔く負けは認めよう。さあ誇り高き敗者として日本にエールを送りに行こう。しょうがねえ、敗者には敗者の礼儀ってもんがあるからな。君が礼儀だと？うっせえ。美咲、
おめでとう。悔しいが今日はやられたよ。ピエール、うん、ありがとう。でも今日の僕はピエールに勝ったとは言えないよ。いや、1対1の勝負イコールチームの勝負。今日は俺の負けだが、俺たちの勝負はまだ始まったばかりだ。うん、僕たちがサッカーを続ける限り僕らの勝負も続くよ。またいつか、今度は俺からの挑戦だ。その時は受けてくれるな？もちろん、その時を楽しみにしてるよ。俺もだ。決勝戦も頑張れ。絶対に優勝しろよ。うん、ありがとう。フランスの分まで頑張るよ。まさか日本に美咲や翼の他に君のような選手もいたなんてね。俺もオールラウンダーとして自信を持っているが、君は新たなライバルとなりそうだ。その調子で決勝も頑張れよ。得点勝負でこの俺様が負けるとはな。悪い夢を見てるみたいだぜ。まあ、それだけ俺のコーチが良かったってことか。いいか、決勝でも点を取れよ。じゃないと許さねえからな。この僕が1対1で引けを取るなんて今でも信じられないよ。君はピエールと同等くらいの力があるのかもしれないな。フランスが再びワールドカップ優勝を狙うにあたって危険な相手になりそうだ。確かに今日は僕の負けだ。だが次は見ていろ。必ず僕が勝つ。じゃあまたな。うん。ピエール、すごい選手だったよ。キャプテンとして俺も見習うべきところの多い人間だった。うん、本当に手強いライバルだよ。けどこれでまだみんなと一緒にサッカーができるんだね。そうさ、美咲くん、あと残す一戦全力で楽しもう。うん、優勝でこの大会を終えて最高の思い出にしよう。うん。よくやったぞ翼、お前は本当にすごい選手に成長している。もう俺などいなくても。もしもし、ロベルト。バルバス監督、この前の試合は君の忠告通りになってしまった。翼大空、彼がうちのディアスと互角以上に渡り合うとは。実はその翼大空だが、彼をアルゼンチンのプロリーグにスカウトしようと思っていてね。え？アルゼンチンの宝ファン・ディアスとあれだけの戦いができるんだ。アルゼンチンでも彼のプレーはきっと通用する。ちょうどディアスは今シーズンからプロのトップチームでプレーする予定だ。翼ほどの才能ならばそこでディアスと競い、今よりももっと力を伸ばすことができるだろう。もしも翼が日本一のサッカー選手になるつもりなら3年後でもいいんだが、紛れもない世界のトップを目指すならば3年後では手遅れだ。今世界に羽ばたくしかない。お願いです、翼はブラジルへ渡りロベルトさんのコーチを受けることを望んでいます。その翼の夢を今度こそ叶えてあげてください。俺はブラジルへ行って世界一のサッカー選手になるんだ。ロベルト。ああ、
すみません。そういえば翼は君の教え子だと言ったな。なぜその時彼をブラジルに呼ぼうと思わなかったんだ。あ、まあいろいろと。そうか、ならばそれ以上は立ち入るまい。とにかくこの大会の決勝が終わるのを待って、私は翼大空に正式に契約を申し込むつもりだ。翼がアルゼンチンへ。そういえばロベルトはまだアメリカにいるのか。ええ、監督をしている少年サッカーチームの親善試合で他の州にいます。そうか、では都合がついたら久しぶりに食事にでも行こう。それじゃあまたな。翼、翼、俺は。いいかみんな、前の試合までみんなの意思を尊重してそれぞれが好きなようにプレイするのを認めてきた。しかし今日は違う。各人がバラバラに戦っていてはいくら俺たちといえど勝てる相手ではない。個人の世界へのアピールタイムは終わった。今日のドイツ戦は全員一丸となって勝ちに行く。いいな。あ、今日のブラジルは今までとはレベルが違う相手だ。しかし我々の力があれば勝てない相手など世界中に存在しない。自信を持っていけ。はい。さらに今日から新しい戦力が合流した。入ってきたまえ。こいつは。ブラジルとドイツか。次はどっちかと当たるわけだけど、そのことを忘れて見ちまいそうな組み合わせだぜ。さてどっちが勝つだろうな。そりゃドイツさ。ブラジルも強いが選手の層の厚さが違う。でも俺が見るところはドイツは中盤から前はすごく強いけどディフェンスはちょっと落ちる。ブラジルは守備が安定しているし、攻撃にはカルロスの突破力とシュートがある。ブラジルにも十分チャンスはあると思う。譲らないね、二人とも。お、両チームの選手たちが入ってきたぜ。誰だあのドイツのゴールキーパー。でかい、2メートル近くはある。まさか、やつは幻のゴールキーパー、デューター・ミューラー。そういうわけじゃないが、ドイツのサッカー界でやつの噂を知らないやつはいないだろう。ある時ドイツのプロリーグの優勝チームが山奥の小さな村でミニキャンプを張った時に村のチームとエキシビションマッチをしたんだ。最初はプロの選手も遊び気分だったらしいが、途中からは本気になってシュートを何十本も打った。しかしそれでも村のチームからゴールを奪えなかった。それは村のチームのゴールキーパーだったミューラーがプロのシュートを全て防ぎ切ったからなんだ。プロのシュートを全て。ミューラーの実力を見たプロチームの監督はその場でプロに誘ったんだが、奴は山を降りることを嫌ってその誘いを断った。ドイツの山奥に住む15歳の天才ゴールキーパーデューター・ミューラー、それが幻のゴールキーパーの伝説さ。でもよ、それ噂なんだろ？本当なのか？それはこの試合ではっきりするだろうぜ。
さあ、ドイツのキックオフで試合が始まりました。一方のブラジルは珍しくゴール前の守りをがっちり固めている。ドイツの攻撃力をそれだけ警戒しているということか。くそ、これじゃあ簡単にはエリア内まで入れませんね。なら俺のシュートでこじ開けるまでだ。あっと、シュナイダー君やや遠目からだがシュートに行く。重力打てば決まっていたシュナイダー君のファイヤーショットを取った。やる、これが噂のファイヤーショットか。さすがにすごいな。なんかボールが焦げ臭いや。あのブラジルのゴールキーパー、ファイヤーショット、さすがブラジルの代表というべきか。あれほどのゴールキーパーだったとは。相手が固めたところを抜けていく、それが俺のテクニックさ。ハイネ君のドリブルは今日も好調。ブラジルディフェンスを翻弄する。そんな調子がいつまでも続くと思うな。ここでアルベルト君のタックルが炸裂。ここまで無敵だったハイネ君が止められた。カルロス、ここでボールがカルロス君に渡った。お前に仕事はさせねえぜ。シュッター、カルロス君、カルツ君を抜きシュートに行く。何？取りました。デューター・ミューラー君、カルロス君の鋭いシュートを難なくキャッチ。カルロスのシュートが止められた。あれがミューラーか。君のタックルがカルロス君を引っ掛けてしまった。ペナルティーエリアすぐ外からのフリーキック、ブラジル、これは願ってもないチャンスだ。すまん、わしとしたことが。いや、あのまま抜かれていたらもっと決定的なピンチだった。ここで止めたのはさすが仕事師だ、カリツ。シュナイダー、このフリーキックを蹴るのはやはりカルロス君でしょう。ドイツ守備陣、ゴール前に壁を作ります。壁はいらん、かえってシュートが見にくくなる。な、本気かよ。ミラ、任せたぞ。あっと、ドイツ壁をすべてどけた。これではブラジルにみすみす決定機を与えるようなものだ。俺にその態度、後悔させてやる。行くぞ、レオ。おう。さあ、レオ君が蹴り出したボールにカルロス君が走り込む。全くのフリーから渾身のシュートだ。くらえ。
渾身のウィーニングショットを三浦君ががっちりとキャッチした。三浦、今だ、俺にボールを。いいだろう。三浦君、素早いスローイングでシェスター君にパスだ。行くぞ。さあドイツの逆襲、シェスター君が上がっていく、それをブラジルの選手が追いかける。はい、俺はお前が嫌いだった。ドイツ国内の大会で負けたこと、そして代表でポジションを奪われたこと、嫉妬と言われたら言い返す言葉もない。しかしお前のリハビリに励む真剣な姿勢やサッカーに対する情熱を見て、俺は自分の小ささを知った。ハイネ、お前は素晴らしいサッカー選手だ。シェスター君、これはうまい。ブラジルディフェンスの狭い隙間を通してハイネ君にボールを通した。行け、ハイネ。ブラジルを切り裂けるのはお前だけだ。シェスターさん、行くぞブラジル。ドリブルにかかるハイネ君。みんな行け。おお。そこにアルベルト君の指示でブラジルディフェンスが集団で襲いかかる。どんどん来い、今の俺は無敵さ。これはすごい。ハイネ君、信じられないステップでブラジルのタックルの嵐をかわしていく。かかったな、ハイネ。ここでアルベルト君ダッシュ。ハイネ君のステップの終わり際を狙って猛烈なタックルだ。ハイネ君、体勢が悪い。これはかわせないぞ。来いアルベルト、俺は負けない。この大事な場面、俺に全てを託してくれたシェスターさん、そしてドイツ国内で調子づいてた俺に世界を目指すスケールの大きさを教えてくれたシュナイダーさん、俺のちっぽけさを気づかせてくれた人たちのために、この勝負絶対に勝つんだ。何？これはハイネ君の強引な突破、体格に勝るアルベルト君を吹き飛ばした。来いハイネ。マーガスさん、そうか、頼みます。ハイネ君、ゴール前にボールを上げる。そこにマーガス君が走る。俺の自慢のヘディングを食らえ。くそ、ここは俺が。そのマーガス君にレオ君が競り合いに行く。来なよ、あんたのシュートを取ってもう一回カウンターだ。行くぜブラジル。なんとマーガス君、このボールをスルーした。何？そのスルーしたボールにマーカーを外したシュナイダー君が走り込む。頼んだぜキャプテン。それならそれも面白い。シュナイダー、勝負だ。ケイジーニョ君、シュナイダー君に向かって飛び出していく。カルツ、ミューラ、シェスター、ハイ、そしてマーガス、みんなの闘志が乗ったこのボール、絶対に決める。足を振り抜く。決まった。シュナイダー君の全身全霊のファイヤーショット、世界のエースの一撃がブラジルゴールを貫いた。若林、今のは。ああ、ついに壁を突き抜けたか、シュナイダー。ここで試合終了。
歴史に残る大激戦は劇的な幕切れ。試合終了間際、エースシュナイダー君のスーパーゴールでドイツが決勝進出を決めました。ピッチ上、ドイツイレブンの歓喜が弾けます。ナイスシュート。あれは俺でなければ止められなかっただろうな。シュナイダーさん、やっぱシュートは俺よりすごいですね。ちょこっとだけ。ハイネやみんなの魂が乗ったボールだ。あれを決めるのが俺の役割さ。やったな、シュナイダー。あ、マーガスもナイスする。わし顔負けの仕事だったぜ。シュナイダーがマーカーを外したのがチラッと見えたから注意を引きつけなきゃと思ってさ。ハイネも俺の意図をよく察してくれたよ。いつも言ってるじゃないですか、俺はそういうのに気づけて活かせるプレイヤーなんすよ。ハイネ、チェスターさん、世界一まであと一つ、よろしく頼むぜ。ええ、こちらこそ。みんな、俺たちは全力で戦い負けた。悔しいが、それが現実だ。この悔しさを持ち帰って成長して、次の大会で必ず晴らそう。最後のシュートすごかったな。指が全部いかれてるもんな。あいった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 。でもあれを取れたらかっこいいよな。次の大会には絶対に何とかしてみせるぞ。ブラジルを優勝させる、そのためだけにクラブは俺をこの代表に派遣した。それなのに負けた。俺は負けたんだ。なぜだ。何が足りなかったんだ。そうか、分かったよ神様。もっと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 勝利のために全てを捧げろって言うんだな。俺はカルロス・バーラ、世界一のサッカー選手になることだけが今の俺の存在意義。今の俺はそれだけなんだ。カルロス、ブラジル負けちゃったね。仕方ないよ、これがサッカーだからね。僕たちは強くなっていますけど、それはドイツも同じみたいですね。プレマッチの時から差が少しは埋まったのかな。そうだ、今さらそんなことを気にしてもどうにもならねえ。俺たちは俺たちの全力で戦うだけだ。よし、みんなこれから帰って練習だ。このドイツに勝って世界一になるためにできる限りの準備をしよう。ああ、いよいよ明日は決勝戦。渡米してきた当初を思えば、よくぞここまで来たものだ。世界一まであと一つ、ぜひとも彼らに勝たせてやりたいが。片桐君、ちょうどよかった。選手たちを集めてくれないか。これからミーティングを行おうと思う。三上さん、それが選手たちが誰一人部屋にいないんです。え？アメリカ、イタリア、オランダ、セネガル、アルゼンチン、フランス、ブラジル、そしてドイツ。翼の言う通り、世界は広いのな。すごい奴らがどんどん出てきやがる。日本しか知らなかったわしたちは本当に井の中の蛙だったたい。ああ、アメリカに来て世界の奴らと戦って初めてそれが分かったぜ。最初のアメリカ戦、あの試合で
俺たちは持っていた自信を打ち砕かれた。翼さんですら潰される相手に僕たちは何もできませんでした。そして次のドイツ戦、俺たちは本物の屈辱を味わわされました。カール・ハインツ・シュナイダー、世界には想像以上の力を持った選手がいるってことを心の底まで思い知らされた。でもその敗北があったからこそみんなは努力し始めた。見すぎ、ここまで来ちまったんだ。もう逆戻りはできねえ。俺たちは走り始めちまったんだ、世界という目標に向かってな。ヒューガ、そうだ、俺たちは日本で翼を中心に競い合ってきたが、これからは世界がその舞台だ。ああ、これからもずっとサッカーを続けていくからには世界を目指していく。どんなに苦しくたって僕たちはもう止まらない。目標に向かって全力で走り続けていく。ああ、俺たちの目標は世界。世界一、うん、悪くない響きだな。みんな、俺感じるよ、今みんなの目標が一つになったこと。俺が幼い頃から夢見ていた日本のワールドカップ優勝という一番大きな目標、その夢を共に見て共に目指せる力強い仲間たち、俺最高に嬉しいよ。よし、まず優勝だ。日本が世界一になるためにこのジュニアユースワールドチャレンジ必ず優勝しよう。みんな、翼、おう、そうともよ。すげえやつらを全部倒して世界のてっぺんに立ってやるぜ。翼、明日のドイツ戦は中盤を抑えるのがどちらになるかで決まる。ドイツの中盤、ハイネ、シェスター、カルツはとてつもなく手強い連中だが、お前がいれば勝負を挑める。まず中盤を抑えた上であのシュナイダーと勝負だぞ、翼。みんなこんなところにいたのか。しかもその姿は、はい、明日のために最後の練習をしていました。監督、俺たち明日も勝ちますからね。明日勝って優勝して、優勝カップを持って日本に凱旋する。そう行きましょうよ監督。みんな、君たちの向上心は本当に恐れいる。大人の私たちが教わることばかりだ。君たちのその頑張りを私が無にするわけにはいかない。できる限りのことを私もしなくてはな。ああ、そのためにこれから宿舎に帰ってミーティングを開くぞ。はい監督、ミーティングが終わった後夜食を食っていいですか。お前まだ食う気かよ。ああ、宿舎のおにぎりうまいからな。実は豆腐のお味噌汁もかなりいけるんだぜ。浦部、やっぱり豆腐屋の息子なんだな。うるせえ。おい、
頼むぞ、お前と。どうした？君は。なるほど。よし。あ。ん？ああ。おい。悪い。なん。おい。なんだ。この日がやってまいりました。記念すべき第1回ジュニアユースワールドチャレンジ決勝戦。決勝のカードは優勝候補筆頭としてここまで勝ち上がってきたヨーロッパナンバーワンチームドイツと、イタリア、オランダ、セネガル、アルゼンチン、そしてフランスと、あまたの強豪を撃破し驚異の快進撃を続けてきた日本の対戦です。果たしてこのジュニアユースの世界大会、その優勝の栄冠に輝くのはどちらのチームになるでしょうか。決勝戦、翼、お前はとうとう世界一を争うこの場まで来たんだな。翼、俺はやはりロベルト。バルバス監督、こんにちは。
来ると思っていたよ。君の教え子の晴れの舞台なのだからな。バルバス監督はやはり翼をスカウト。ああ、今日の試合が終わったら正式に話をさせてもらおうと思っている。翼がアルゼンチンに来たらまた勝負ができる。そうしたら今度は借りを返してやるぜ。バルバス監督、今日の試合どちらが勝つと思います？まあ残念だがドイツだろう。いくら日本に翼大空がいるとはいえ、ドイツには勝てまい。ドイツの選手層は厚い。もしうちにスカウトできるとしたら何人と交渉することになるかな。だったらもし日本が勝ったならそのスカウトの話待ってくれませんか？え？俺が先にブラジルに、俺のチームにスカウトします。ロベルト、ついにここまで来たんだ。3年前の全日本少年サッカー大会で彼らを見た時、私は日本サッカーを変えるのはこの世代だと直感し、これまで強化を図ってきた。特に大空翼、彼がブラジルに渡らずに日本に残ったのは日本サッカーのためには良かったのかもしれん。翼という格好の目標ができ、打倒翼を目指して同じ世代の選手たちが燃え、自分たちのサッカー技術を磨いた。そして3年後、日向小次郎は翼に追いついた。他の選手たちも翼を中心に成長し続けた。翼もまたライバルに追われながら、日本にはもう戦う相手がいないほどに成長した。そのみんなに加え、ドイツとフランスに渡り修行を重ねた三崎と若林、彼らが合流した真の全日本ジュニアユース、彼らはついにここまで来たんだ。しかし、ここで満足しちゃいけない。このドイツジュニアユースを倒してこそ本当の道は開けるんだ。我々の夢、日本のワールドカップ優勝という大きな夢への道、その第一歩がこの大会に優勝してこそ踏み出せるんだ。俺は よし、みんなミーティングを始める。今日のことは昨日話した通りだが、一通りおさらいしておこう。では頼む。ドイツで注意すべき選手は何と言ってもシュナイダーだ。奴の実力は他の選手とは別格だ。特にブラジル戦の最後に見せたあのファイヤーショットは、正直俺でも止められるかわからん。ディフェンダーはシュナイダーを徹底マークして、送られてくるパスをできるだけ阻止するんだ。へへ、いざという時はこの俺が顔面で止めてやるよ。そうだぜ石崎、あんなシュート食らったらただでさえひどい顔がさらに見られねえ顔になっちまうぞ。うるせえ、男は顔じゃねえんだよ、心だ心。ギャハハ、石崎は男たい。そしてゴールキーパーのリューター・ミューラー、彼は体が大きくシュートを止めるパワーも強い。しかも巨体に似合わず反応速度も抜群だ。生半可なシュートは通用しないだろう。僕たちの基本的な戦い方はシュナイダーのシュートを極力減らしてミューラーに何本ものシュートを打ち込むこと。そのためにはどうしても中盤を制する必要がある。だがその中盤にはハイネがいる。あいつのドリブルとパスは翼にも匹敵する。彼に自由にプレーされたらシュナイダーにボールが渡る機会が増えてしまう。そういうことだね。そうだ。しかしハイネを抑えてもまだシェスターとカルツがいる。今大会
2人はボランチで出ているが、本来は攻撃的な選手でテクニックにも優れている。絶対に油断できない相手だ。ものすごく分厚い中盤ですね。いかに翼といえど苦しい戦いになるだろうが、なんとか中盤を制してくれ。頼むぞ。うん、必ずやってみせるよ。翼くん、僕たちもついてる。みんなで戦おう。うん。ドイツは強い。だがひるむことはない。プレマッチの時の君たちとはもう違うんだ。今まで培ってきたものを精一杯発揮すれば必ず結果はついてくる。自信を持って戦うんだ。いいな。はい。よし、行くぞみんな。ドイツに勝って世界一を勝ち取ろう。この試合、ワールドカップ決勝のつもりで戦うぞ。今日の相手日本はプレマッチでも戦ったが、今の日本はあの時とは全く違うチームだ。しかしだからといって恐れることは何もない。世界最強なのは間違いなく我々だ。自信を持って戦うんだ。いいな。はい。父さん、いよいよだよ。この試合に勝って俺は世界一の選手になる。そして父さんのサッカーの正しさを世界に証明してみせる。シュナイダーさん、気合入ってますね。目の光がいつもとちょっと違う感じですよ。はいね。俺も今日は人生最高にマジでいきますよ。俺とシュナイダーさんでドイツを世界一に導きましょう。ああ、頼むぞハイネ。おいおい、二人だけで盛り上がるなや。ガルツさん。そうそう、シュナイダーだけにじゃなくて俺にもいいパスを頼むぜハイネ。前後のバランスは俺が取る。三人は心置きなく攻めに集中してくれ。ゴールは心配いらん。お前たちは点を取ることだけ考えればいい。ま、何かあったらわしもいるしよ。皆さんよし、みんな行くぞ。チーム全員で世界一を勝ち取るんだ。うん。さあ始まります。第1回ジュニアユースワールドチャレンジ決勝、日本対ドイツの一戦。超満員の場内は常に試合前から興奮のるつぼと化しております。さらに未来のワールドカップ優勝国を占おうかというこの試合の模様は世界中に中継配信されており、まさに世界のサッカーファンが注目しています。今日勝って世界の頂点に立ったのはドイツの若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君率いるドイツか、はたまた日本が生んだサッカーの天才児大空翼君率いる全日本ジュニアユースか。世紀の一戦は間もなくキックオフです。さあどっちが勝つのかな。予想ではドイツが断然有利だけどな。だが戦ってきた俺たちは知っている。日本には底知れない強さがあるんだ。おそらくどちらのチームも試合の最後の1秒まで気の抜けない試合になるだろうな。ロベルトさん、来てくださると思っていました。あなたは翼の件、翼をブラジルに連れて行ってくださいということを考えてくれましたか。ええ、でももう一人翼をスカウトしたいという人がいるんです。アルゼンチンジュニアユースのバルバス監督です。はじめまして。じゃあ
翼をアルゼンチン。ええ、この大会が終わり次第話をしたいと思っています。でも私たちは賭けをしたんです。賭け？そうです。日本が勝てばロベルトが、負ければ私がスカウトすると。じゃあ日本が優勝すればロベルトさんは翼をブラジルへ。はい、ありがとうございます。残念ですがバルバス監督、日本は勝ちます。え？日本は勝ちます。決勝戦、いつ迎えても気持ちいいものだ。だって明日に力を残すことなく全てをかけて戦えるんだ。でも今日の決勝は今までの中でも一番大きい決勝戦だ。よろしく、いいゲームをしよう。うん、ベストを尽くすよ。まあ頑張ってよ。どれほど成長したか俺が見てやるからさ。